皆さんこんばんは。スレイザースピアやっていきたいと思います。いや、前回ね、惜しいとこまで行ったんだけどね。ヘビーブレードやばかったな。火力が5倍適用。あとね、やっぱね、多段攻撃強いと思いましたね。この猛撃とかさ、筋力が20だったらさ、22かけるこれね、5回与えるってなるじゃん。筋力20やったら 22×5 のダメージ与えられるからね。だからね、あれがあった方が良かったかもしんない。なぎ払いだっけ、全体ダメージ与えるやつがあった方が良かったかもな。そして今日もアイアンクラッド、もうちょっとで全部のアンロック解除していますね。これ、食いし、やはりね、筋力こと全てだったね。短時間で敵を倒す。あと HP ね、足んなかったね。どうもね、最後の最後でね、HP マックスの状態で持っていけないんですよね。どうしよっかな。こういうルートがいいか。こういうルートで行くか。カードの枚数はね、意外とやっぱ少なくてよかったですね。6だったら問題ない。納金のためのあれを揃えていこう。納金カード来い。こう多段攻撃も使えるからね。納金と多段攻撃。多段攻撃をちょっといっぱい用意しようか。ここだと無理に戦う必要ねえのか。どうすっかな。商人は1箇所寄れればいいから、それでもハテナいるか。罠発動。よし、はい、よし。オッケー。ヘビーブレードも1個取っとこう。はい。納金のために。6。打ち消しってそういう。マジか。無駄にしちゃった、もったいねえな。これも打ち消されちゃうしね。ダメージ確保でいくしかないね。ここはカードが増えていく。ストライク。
痛いですね。どうだ、奴隷さんを得るね。はい、オッケー。おお、50杯以下の時12回復、いいねこれ。あとはね、血には血を。1回しか厳しいな。商人はよりてえからな。迷わずこれを買ってしまったよ。はい、ポーション見つけた。素晴らしい。削れるうちに削れ。はい、削れるうちに削りましょう。私が死ぬ前に。やばいね、痛い。うん、14、倒しきれっか。危ねえ。さすがに寝ないとね。ちょっと一旦待って。はい、ツインストライク。クラッシュ。神格化だけを上げておきたい。よし、行くぞ。はい、36。ちょっとでもダメージを抑えた方がいいね。ああ痛い。ただそのおかげで、弱体さん、血には血を。ソードブーメラン、クラッシュ、ストライク。多少のダメージは覚悟してでもね。削った方がいい。よし、伏せだね。あー、この呪い邪魔だな。やっぱ消さないとな。
応14ならまだ耐えられんね。いける。クラッシュ、ヘビーブレード、リミットブレイクの方が直接的に使えるかな。これだな、エナジー1増えたね。あー、チャンピオンだね、ありゃボス。そこで呪いは削除したい。エリートどうしよっか。左のルート行けばエリート全く戦わなくて済むね。商人があるのが右側しかないから、エリート諦めようか。レリック集めたかったけどちょっとね、厳しいね。うん、14一緒だな。防御8か。これ別にそんなつかねえからな。22ダメージか。よし、せいだね。で今筋力カードがないからリミットブレイクが使えません。うん、あれ商人マジか。ああ、いいのあるな。フレックスも欲しいんだよな。ただね、真っ先にねこれは削った方がいい。結構待った方がいいかな。もうショーに行く必要がなくなっちゃったな。こっちに行くか。あ、アップグレードだな、数が多い。儀式の探検、武器を手に入れよう。どうする、何か家事をしたいものはあるんだよね。でも神格があれば使わなくて済むか。エリート倒した方がいいかな。最初に無理ができるところはここだ。うん、防御カードないね。何か弱体3を得る。18ダメージ与えられるけどだよな。はい、ほい。よし、探検、攻撃されるのやだ。
いやー、高速食らってんの？うっそ。防御カードしかできないじゃん。ボスとの戦闘開始時 HP に、ああいいねこれ、ああ素晴らしい。アタックかパワーを複製し、パワーって何かあったっけ、ないね。クラッシュにしよう。さすがにもう一戦やらかすのはやべえよな。エリート倒していった方がいいんだけどな。行くかこっち。でかいね。ブロックしてフラッシュ。これはランダム性が高いよな。使いたい時に使えないと困っちゃうからな。これにしよう。よし、呪い2回向こうね。したいんだけど神格があるからな。素直に休もうか。これよ、18ダメージか。ちょっと倒しきれないな。防御に回ろう。ブロック、もう痛い。これだね、ストライク。探検使えなかったな。ザ・ブーツ4以下のダメージを5ダメージ増加する。全体ダメージも欲しいけど、ブロックもいざという時は欲しいからね。こうだな。あ、痛い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 。これをすることによってこうなるからね。
ちょっと待って、まだこれじゃ倒せないでしょ。探検アタックポーションか。ブロック値の上昇の方がいいかな。うん、4こっち。なんかもらった。休憩時にカードを1枚獲得する。ここで使うことになるかもな。いや21あるから防げるな。してアタック、はい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 、すごいね。低コストカードがさ5ダメージに増加するからさ相当いいよね。多段攻撃儀式の探検、ああこれ一発与えての、よし、46より下になんないとあれが手に入んないんだよね。これ 50% 以下の場合12回引く。うまくバランス調整しないとね。あ、そっか、死なれちゃうと困っちゃうんだよね。よし、こんなとこだろ。さあ 50% 以下になったよ。血には血を。よし、 HP を回復。アタックをプレイするたびに入れとこうか、1個は。さすがに寝ようか、ボス前だからね。ランダムなアタックか、どうすっかな。運には頼らない。チャンピオンですね。出てくるボス決まってきてますね。もうカードがねえんだよな。ちょっと今は無理だね。あ、痛い。ベビーブレード使うべきか。まだ筋力上げるカードがないからね。使ってもしょうがないけど、こんなとこでしょうか。25か。ブロック、フット、ストライク、フラッシュ、フラッシュ。何の効果だ。使わなくてよかったかな。
使わなくて良さそうだな。いやここで使っちゃうか。あの子が乗らないのか。まだいいな。そろそろやべえからな。はい、よし、ここはやべえな。 17×2 防げるもんがねえな。マジか。危ねえ。ダブルタップか。攻撃の要だな。5枚ごとにHP を回復。こっちで行こうか、今回はね。あ、あれタイムイーターですね。今回はいけるか。ルート的にはハテナを多めに通っていきたいから、こういうルートだね。そうすると、こうか。こいつらか。リミットブレイクをうまく使うためのものが欲しいですね。これだと削りきれないんだよな。どっちやっても一緒か。いっか、倒すか。こだわりすぎちゃうとね、こっちが危ないから。倒しきれない。再生しちゃうの一匹。はい、ほい。これかな。こっち行こうか。これをね、筋力が当たれば。筋力増強カードが欲しい。
カードのプレイによって HP が失われるたびにっていうようなカードはなかったよね。枚数どっちが多い？どっこいどっこいか。防御なくすか。とりあえずね、まだいいかな。月光、9ダメージで削れるね。死には血を。よし、探検来ねえかな。探検来なかったか。あれだ。はい。いいの来たね。陶器を2枚になる。呪い無効化ついてたね。そうだね、よかったよかった。HP はほぼマックス状態か。いや、下手にエリートと戦う必要あるか。それだったら強化した方がいいか。ああ、回復したね、前回。はい、もったいないことしたな。ダメージ痛いな。爆弾も早く。めまいか。なくてよかったんだな。殺しちゃった方がよかったんだな。いや大丈夫か。トゲがあるからね。ああ、痛いね。18ダメージ。先に防御を使ってからの方が良かったんだよね、今のもね。もったいないことしてんな。ダブルタップ。ちょっとね、筋力増やすカードが欲しいな。
ままじゃやばいよ。リフレックスないとね、大変なことになる。ああ、最初に加える。やべねえな。筋力増やすカードが欲しかったけど。むしろここに筋力を得れるカードが。不要なカードはもういいか。商人が最後だよな。この先商人はあるとしたら左か。いや、ハテナのルート進んでいく予定だからここで使い切るしかないな。ポーションを使用するたびに HP5 回復。サンダークラップ21入れるよね。毎ターン無効化されるんじゃないかな。71やばいね。ダブルタップ。うら。はい。いけ。よし。お、100ダメージいったね。あ、ちょうど半分いってたから、これのおかげで HP 回復したね。マジでフレックスカード来ねえな。あ、いやこれ使ってももうしょうがねえんだよな。まあいいか。商人ターン回復、敵全体率3ダメージ。
やっと筋力カード来た。ここは全開にしときましょう。全開にしとくとね、これ HP 最大でターン開始時得れるので、よし、行くぞ。タイムイーターですね。次が2枚しか使えないね。せっかくだからここで何か防御カードが来ないか、ちょうどいいね。リミットブレイク、さて枚数がすげえ制限されてるな。はいはい、いけ、マジかよ。そんな、あー痛い痛い痛い。2枚しか使えないでしょ。1か、いけいけ、よし、続行攻撃、やっとだ。眠る、やっとだよ。ああ、ちょうどニューアンロック全部したわ。進む。はい、ということでね、無事にアイアンクラッドの方もクリアしました。これでおそらく3つの鍵とやらが手に入ると思いますので、まあ、ダンジョンの中で3つの鍵を手に入れて最後のボスを倒すと、あの心臓との戦いが始まるような感じらしいんですけれども、まあとりあえずこのエンドロール見て、またね、多分赤いところが光ると思いますので、あの3つあるね、とりあえずそこまで見ておきましょう。
3つ目光りましたね、やっぱり。これで鍵が揃ったというとこでしょうかね。これでですね、おそらく次回プレイするとき、宝箱とか得る代わりになんか鍵を得れるような、ちょっとやってみないとわかんないですけど、そんなことがありそうなので、まあ次回はそれをちょっとやって、ね、最終の、心臓を倒すためにね、頑張っていきたいなと思います。その時のキャラは、さすがにアイアンクラッドやりません。サイレントかな、やってみたいの。全然使ってないしね。一回しか使ってないからね。サイレントで頑張ってみようかな。というところで、今回はここまでにしたいと思います。また次回、お楽しみに。さよなら。